新快速が来ますからね。さあ、近江八幡駅に来ましたよ。完全に JR 旅になってます。ちょっと向こう側にもね、近江鉄道も入ってきましたね。こっちはこっちの変なね、変な動画みたいなのしてんだっすね。じゃあライオンズやと思った。そっか、西武グループやでね。ああ。なかなかっぽいラッピング車両だ。変だね。足元が滑りやすいので、お靴からお足元に注意してお乗りください。今もあるのか。ベビーカーをご利用のお客様は危険ですので、エスカレーターにはお乗せにならないようにお願いします。で、近江八幡。で、まあ、タッチして。さあ、普通に、お店もやってきましたけど、まあ、でも、おぉ、やっぱ混んでるね。そうで、このまま近江鉄道の方も乗れるみたいねんけど、ただしね、あ、これね、大手とかの近江鉄道の方で行こうとするとね、最速で13時40分とかになっとったんだよな。4、50分ぐらい JR で来た方が早くなっとったんで、さすがにね、ちょっとこの差はね、参加できんぞと。でしかもここの近江八幡の方までとりあえず出てしまえば、どんとねイオンもありますし、反対側もなんかいろいろと商業施設あるみたいなんでね。あれ、レインボー入ってんだ。うん、まあ、何かしらありそうなんで、こっちで潰すのも手ですね。まあイオンやとなんかあれですけど、反対側もいろいろとありそうやし、あっち側の方出てみるか、反対側に出るか。ちょっと駅前に行ってから行ってもいいかな。13時何分やったっけ。10分後ぐらいにさっきのが折り返してくはずだけど、まあいっか。何分だっけ。その時が、あ、もう3分に出るんだ。よし、ちょっともう車に乗ってっか。あ、先にないんだ。下町下がっちゃってんだね。で、あ、こっちか。ここ。もうすぐ出るみたいに。あ、端から乗っとくか。すごいね。豊里はね、前起こし有名なところではあります。あったあったあった。これだけ取っとかんとね。はい、ターミナル。もうあと2分ぐらいで出るらしいんでね、このまま乗っていこう。すごいね。よいしょ。